はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年12月5日毎週日曜の朝からネット界隈をざわわっとさせる TBS の最低モーニング、あ、違った、内容そんな感じなんですけど、番組名はサンデーモーニング。番組開始の冒頭を司会を務める俳優の関口宏さんが、オミクロン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 の一週間でしたねと切り出しました。まるで冷やし中華始めました、あ、じゃなかった、オミクロン始めましたの世界です。ところがいざ始めてみると、新型コロコロニュータイプの話題というのは賞味で言うとだいたい12分ぐらいでした。白がこう言ってます、報道しない自由。実のところ、新型コロコロニュータイプにおいて視聴者の皆様にお伝えすべき話題というのはまだまだたくさんあります。ただそれ結構視聴者の皆様にとって朗報だったりするんです。ところがその朗報的なみたいなっぽいものに関してはほぼほぼニュースやワイドショーは触れないんです。放送法第4条第4項は次のように定めております。意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。これについてもオミクロン株が なんとクリスマスプレゼントになったんじゃないかという説も紹介しなければ放送法に違反する可能性がとても高いんです。ところが新型コロコロニュータイプの話題の冒頭は乳幼児にも危険度が高まるリスクが指摘されておりますなんて、南アフリカでのレアケースをもって視聴者に怖いよ、おっかないよとその恐怖を煽っておりました。さらに海外ではと世界中でこのオミクロンが確認されていることをもって過去に例を見ない勢いで感染が広がっていますなんて伝えております。だがちょっと待ってほしいよ。このオミクロン株についてはもうすでに世界中で広まっていたんだけど、初めて、あ、いた、めっかったとなったのが南アフリカだという説もあります。例えるとこうなります。ある時カイーノカイーノでおなじみの水虫の原因が白癬菌であると人類は発見したとします。すると世界中で白癬菌うちの国にもあったと確認報告が続いた時、過去に例を見ない勢いで白癬菌が世界中に拡散していますとばかりに眉を吊り上げて騒ぐような話だということです。白がこう言ってます、アホか。こうした怖いおっかないよという恐怖の煽り運転はニュースやワイドショーの出口です。ただそんなワイドショーにご出演なされている専門家の報道の煽り運転がとんでもない事故を起こしかねなかったという疑惑がズドーン。まずワイドショーの報道の煽り運転を確認しておきます。元厚生労働省の医系技官で現在はお医者様というよりもすでに言論人として八面六臂の大活躍をなされている木村盛雄先生が、この新型コロコロニュータイプの始まったぐらいの頃、テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーのスタッフと打ち合わせの時に、この話題長引きますよ、ガン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 煽っていきましょいと言われたとご調書で告白されておりました。そして1年前には番組の中で皆様大好きなテレビ朝日の社員さんがこんな発言をしていたとデイリー新潮さんより紹介します。彼は12月14日の放送で開き直りかのような態度を見せている。あいつは煽るばかりでそんなに大したことが起きなかったなっていうならその方がいいと思ってます。とにかく1年後とかに今年から来年にかけての方がすごいことになってしまった、もっと強い手を打っておけばよかったと思うよりはもっと強いかもしれないけど考えちゃうんです。話中略しても長えよ。つまり報道の煽り運転は確信犯だということです。もちろん発言がネット媒体ならばそれぞれのプラットフォームのレギュレーションが許す範囲内で言論の自由なのでどうぞご自由にというのが私の立場です。しかし彼が発言しその番組が放送されているのは我々日本社会の共有財産である放送電波の上でのことです。だから彼個人の発言はともかく番組全体としてバランス取らなければならないのに、その影を確認することはなかなかに困難です。具体的にはすでに触れたメリークリスマスとともにやってくるクリスマスプレゼントです。イギリスで最も読まれているとされるタブロイド紙のデイリーメールが次のように伝えていたと中央日報さんの見出しを紹介します。オミクロン株コロコロ終わらせるクリスマスプレゼント、ドイツの学者が主張を。実際のところ記事はまだわからないこともあると紹介しておりますが、しっかりと両論併記されているんです。
なお、Google 先生に尋ねただけですが、このデイリーメールの記事を紹介したのは中央日報さんだけでした。その中央日報さんが紹介したデイリーメールのところを紹介します。イギリス日刊デイリーメールは先月30日、ドイツの有力な次期保健相候補、保健大臣ですね、候補である臨床流行病、流行り病学者、カール・フラウターバッハ教授がオミクロン株が初めて報告された南アフリカの医師らが話したように、比較的深刻でない症状を誘発する場合、新型コロコロニュータイプのパンデミックの収束を繰り上げるクリスマスプレゼントになるかもしれないと明らかにしたと伝えた。なんでもオミクロン株というのはデルタ株の倍のスパイクタンパクというものを持っているようで、これが多くの呼吸器系疾患に進む方向ではないかという指摘です。いわゆるただの風邪に進んでいるんじゃないかということです。もちろんただの風邪もおっかないんですよ。ただ海外ではもう先月の11月30日にこうした一つの意見があるということが伝えられているんです。また、令和3年12月6日、ロイターは、オミクロン株が人間の遺伝子の中にもある性質をゲットだぜ、獲得したんじゃないかという記事を配信しておりました。ざっくりと言えば、同じ遺伝子ゲットだぜということで、人間ちゃんとこう親和性が高まる。これによって残念ながら感染力も高まっちゃうんですが、その結果、共存の道に歩み始めた的なみたいなっぽい、その可能性があるんじゃないかという報告です。そしてその共存とはすなわち重症化のリスクが下がっているんではないかということです。いずれも可能性の話で、これから検証されていくのですが、日本のニュースやワイドショーは強い感染力が強くなっちゃって、もうこれは新型だなんておっしゃっていたのは日本医科大学特任教授の北村義浩先生です。こうした怖いおっかないをだけは伝えて、朗報的なニュースを伝えないこと、これがやはり放送法の観点から問題じゃないかと私は指摘しているんです。ただし、ニュースやワイドショーでオミクロン株始めましたと恐怖を煽ったものの、視聴者の皆様から、ああ怖い、もっと教えてという反響がなかった、ざまーなのかどうかはわかりませんが、近頃手のひらをくるりと返し始めたところがあることは紹介しておきます。まずデイリーメールのハッピーホリデーとかっていうクリスマスプレゼントではないかという話については、令和3年12月8日の TBS ザ・タイムで TBS の大看板アナウンサー安住紳一郎さんが伝えておりました。またサンデーモーニングが12分だけ新型コロコロを伝えたその夜、重要な事実がテレビメディアの電波に乗っかっておりました。番組はフジテレビミスターサンデーです。イスラエルでワクチンを3回打ったお医者様がブレイクスルー感染した、そのお医者様のインタビューが紹介されていたんです。このお医者様とはニュースやワイドショーがオミクロン株始めましたのその時、3回ワクチンを打ってもブレイクスルー感染すると。だからとにかく何が何でもブースター接種を前倒しせよと大騒ぎのキャンペーンを始めた時、引用された人物だと推定されます。ところがミスターサンデーの取材に答えてくれたこのイスラエルのお医者様、彼自身は無症状に近い軽症で回復し、このお医者様にどうも移したと見られるお医者様というのは2日ほど高熱が出たそうなのですが、都合6日でピンピンの元気になったと報告しておりました。実際のところオミクロン株については世界中でも感染数も発症件数も少ないので、まだ評価ができないと言われております。ただ仮にここで紹介した、いわば朗報的なみたいなっぽいものが事実であるならば、3回目のワクチンのブースター接種、その時期に疑問符が浮かび上がってくるということです。ただ残念ながら新型コロコロニュータイプにおいて政治がワイドショーに引きずられているんではないか。それは残念ながら安倍菅政権もそうでしたが、ブースター接種前倒ししますと所信表明演説で語った岸田文雄総理大臣も同じようです。一方、危惧された鍵括弧付きの事故が確認されました。令和3年12月8日の読売新聞の見出しはこうあります。自宅療養の11歳と14歳にアビガン処方、専門家極めて不適切、経緯検証を。自宅療養の患者さんにアビガンを渡していたというニュース、実はこの前日の読売新聞がすでに伝えております。
そしてその渡した中に、なんと未成年がいて、11歳と14歳までいたという続報記事です。アビガンは再帰性と言われ、アビガンを飲んで十分な期間が経たない前に子供が生まれたとすると、そこにリスクがあると言われております。お医者様がしっかりと管理し、適切な量の投与と十分な期間を経ていれば、その後の生活には問題ありません。ただ、アビガンというのは錠剤、粒の薬なので、一回街中に出てしまうと、いたずらな拡散が起こるのではないかという危惧がされていたんです。ここにワイドショーの鍵カッコをつけておきますが、罪という疑惑が、じゃだかーん。アビガンについては今も議論が分かれておりますが、実際投与した平井愛山医師の、その説明を読売新聞より紹介します。平井医師は自宅療養者にアビガンを処方していたことについて、厚生労働省に事前に相談する形で進めていればよかったと深く反省していると、研究責任者としての責任は認めた。ただ、非常事態だったとして、患者への謝罪については現時点ではないと述べた。自宅療養ということは中等症以下という推定することができます。その上で反省しているのは厚生労働省に相談しなかったという一点です。これ、お医者様の暴走ではないでしょうか。同じく、自宅療養の患者にも、アビガンを渡せ、アビガン法を発射と主張していたのが、テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーで、かつて連日出演されていた、白鴎大学教育学部の専門家の先生です。とりわけ、医療従事者には常に持たせて携帯させておいて、ぷるっと来たら、ごっくん、なんてことを言っていたんです。お医者様でもなければ薬剤師でもない教育学部の専門家の先生が番組の中でアビガン法発射と繰り返し主張していたんです。今の時点で健康被害がないのは幸いです。ただ、アビガンを投与したこと、またそのアビガンを渡されたお子様とその保護者がそれを実際に飲んでしまっていて、そこにワイドショーの影響はなかったか、私これしっかりと検証すべきだと考えております。なお、このいわばお医者様の暴走であるアビガン法発射のニュースについて、それを煽り続けたテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでは、読売新聞の処方、そして続報があった後も、番組の中でこのニュース、ストレートニュースのコーナーですら、なかった、なぜだのでした。なお、海外からはオミクロン株に対しての朗報的なニュースも次々と舞い込む中、令和3年12月3日、政府分科会の尾身茂会長は記者会見を開き、こんなお話をされていたと、毎日新聞の見出しのみで紹介しておきます。今後1週間から10日が非常に重要、オミクロン株対応で尾身氏。なんだか新型の変異株が現れるたびに同じようなことをおっしゃってるような気がしますが、やはりこの同じ12月3日、我が国の科学権威の最高峰である日本学術会議も会見を開いておりました。NHK よりやはり見出しのみ紹介しておきます。日本学術会議会員任命めぐり岸田首相に面談求める要望書。結局こういうことです。ワイドショー。ガンガン煽ってきましょうね。そしてアビガン法発射連射。政府分科会。様子を見ておいてね、増えたら人流がーって言っとけばうっしっし。日本学術会議人事がー、つまり自分たちが美味しいネタでうっしっし。あれこっち少ないけどこっちはうっしっし。あ、バレちゃいましたと、冗談はともかく一部変化の兆しも確認しておりますが、やはりワイドショーは、そして政府分科会、えい、もう一個乗っけておこう、日本学術会議そのものが消えた、やったーとなればいいのになぁと願わずにはいられない今日この頃でございます。ウイルスの一般論になったとしても正しく恐れることに変わりはありません。というわけでみんなで頑張っていきまっしょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永愛子、安倍晋三完全勝利説という物語ならにモルゲソヨと答えたんですが、モルゲソヨかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、サインは V、 おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、着替えますね。お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、頑張っ。それでは本当のバイバイ。